20話のグエル、シャディク、エランから漂うガンダム衆は異常に対する曇らせ隊の反応衆。たった1話で全員がヒロイックムーブしやがった。いやこれ1話で全員戦わせて全員の方針叫ばせたのすげえな。話のボリュームすごかったな。ほぼ戦いっぱなしだったし。そして全力の曇らせも並行して行う詰め込み具合がすごいよな。グエルは父親の罪と自分の罪受け入れつつ戦場では意思拡張 AI 使いこなしてたし、シャディクは宇宙議会の介入に成功し戦場ではガールズ使って連携プレイしたし、5号はノレアを止めるためにあれだけ乗りたくなかったガンダム乗ってスコアも上げたという個性出しまくりだったの。本当にすごい。てか君ら本当に強いね。シャディク生きて捕まったし、5号くんも逃げるだけのキャラじゃなくなったし、こっからスレッタプラス地球領プラス御三家で協力して打倒プロスペラみたいな王道展開来ないかなー。すごくガンダムを感じた。具体的に何がとは違反に表しづらいが、とにかくガンダムだった。いやーやっぱりコクピットで顔を歪めての叫びは最高ですね。イケメンならなおさらです。今回はマジで1話丸々ガンダムしてたな。どこかで聞いたことあるセリフと展開濡れだけど気合入っててしっかり面白かった。ラーメン頼んだら味玉とチャーシューがついてきて、とどめとばかりに全方位曇らせのチャーハンまで大盛りで渡された感じで満足感がやべえ。ここのシャディク顔綺麗すぎて草だった。5号は盗んだガンダムで走り出す王道主人公ムーブしたな。そして目の前で強化人間枠ヒロインが死ぬ。ノレアガスでイランが強化人間なのに立ち位置逆なのおもろいな。というか強化人士が強化人間枠の中でも安定感が強すぎ、追い詰められた上で手を出した技術じゃないのもあるのかも。いや、追い詰められてもいないのに人体実験するベルさんやばいな。ベルさん自身は追い詰められてたんじゃない？ベールに行くしかなかったらって言ってるから。しかし見てるとスレッタはかなり異質な主人公だわ。これからどうなるかな。研究しないで普通に生きるっていう選択肢は、バナディースの研究者って当時は殲滅対象だったし、おそらく当時も研究機関にいただろうから生き延びるためにすがったんじゃないのか。というか、強化人士手術そのものは別に有害じゃないからね。むしろ延命になる。憎しみの果てに暴走する強化人間もしくは少年兵愛憎入り混じったぶつかり合い、突きつけられるあまりにも残酷な現実分かり合えたと同時に訪れるし、運ガンダムだね。正直5号がここまで男を見せるとは思わなかった。10話のあれは何だったんだよ本当に。男同士の喧嘩、女絡みするシャディクとグエル、気にかけてた女の暴走を止めようと説得するも目の前で殺されたエラン、運ガンダムガチバトルかっこよすぎた。今回作画も良かったしバトルも多かったし戦う方針もバラバラで、やっぱ御三家いいな。5号は中盤で運命の発光ヒロインに出会った主人公ムーブそのものだったし、グエルとシャディクは終盤で戦う主人公とライバルそのものだったし、熱かった。ほぼ前編バトルしながら話し進めたからな。すげー濃密。9話15話に並ぶ神回。マジで顔がいい。今週はマジで見応えあっていい回だった。今日は5号の主人公ムーブすごかったな。学園の中と外で暴れる御三家いいぞ。こういうシーンいいよね。グエルはもちろん5号もシャディクも男の子なんだなって。スレッタ VS プロスペラの本題に入る前に御三家の因縁をちゃんと終わらせたな。5号だけちょっとまだ続くかもしれんが、グエルも弟周りがちょっと怪しいが。ガールズたち抑えてたの。ドミニコス隊でケナンジは学園に向かったから、グエル夢だったドミニコスのエースとしてシャディクと戦うみたいな疑似体験状態だったんだよな。みんな思ったより情報持ってた。グエルはビムの計画暴露に動揺しなかったあたり薄々気づいてたのか。シャディクはグエルが殺したっていうのはあの調査でわかってたんだろうか。御三家これで一区切りなんだろうか。グエルはダリルバルでコッパみじんになってしまったし、シャディクは捕まって5号もウル捨てちゃったし、まだ戦う余地あんのかね。5号はまだファラクトが残ってるから何かありそうだけどね。ファラクト今どこにいるんだろうね。あれウル捨ててたっけ？コクピットが開いてたから乗り捨てた説があるだけで実際は不明。ハッチ開いてるけど人影は見えないから確保はされてなさそうだが、さて。ゴーってパイスー来てなかったけど宇宙空間でコックピット開いたらまずくない？ 5 号の終わりはペールに復讐手段不明してノレアの絵の景色を探しに行くとかかね。5号ノレアの手帳が片身になってしまったな。今後の動向が気になる。
なんかガンダムのパロディを見てるような気分だった。こういうの見たかったんでしょ？的な。見たかった。ああ見たかったさ。もともとちらほらあったけど今日のは凝縮されていたので満足。見たかったもん見せてもらったんだから喜ぶ以外ないでしょ。最近ガンダム Z 見終わった自分にとってはクソ楽しかったわ。始まった当初はこれガンダムである必要ないじゃんとか言ってそう。ガンダム見たい人のチェックリストを埋めた回を放送してくれたならまんま、ミヤと嬉しい悲鳴をあげるまである。5号も5号で初めて動かすルブリスでスコア3相手のノレアニのオスコアで応対してたな。大胆な告白は男の子の特権みたいな回だった。久々にカタルシス感じた回だった。よかったけどもうこの2機の戦闘は見れないのか。これラスボスは5号まであるんじゃないか？強化人士プロジェクトやエラン影武者プロジェクト、そしてノレアとの交流を経て憎しみと怒りが溜まりまくった5号が爆発してラスボスになる気がする。自らが生きながら得ることを最優先にしていた5号ががノレアの剣で一矢報いようとするようになるのはありそうだけどスレッタに牙向ける理由が弱いかなーってペイルにはモテ遊ばれたことの仕返し、グラスレート議会連合あたりにはノレアの弔い合戦あたりが理由になるけどあとはカブガンやらニカと一緒に押し込められてたのもあって気迫でもつながりがある地球領への接触図ったりするんじゃないかななんて考えたりもするそこで円満協力となるとも思えんけど古典的なガンダム仕草を御三家にやらせてスレッタには違う役割与えるのいいよね。びっくりするくらい出番少なかったけどな。20話は開幕からずっとガンダムしてたな。ぎっちぎちに詰め込まれてたガンダム集。時系列的にはグエルとシャディクが一段落した後5号が脱出だから入れ違いなのかまだ全員フェードアウトするには早すぎるからもう一幕何かありそう5号は精神的に一番参ってるだろうし何やらかしてもおかしくない暴走してても覚悟決めてても面白い動きしそうで楽しみ。5号がペイルや宇宙議会連合と戦うようになるならスレッタとは敵対より共闘する可能性の方が高いだろうなわざわざ戦う意味があまりないし5号ハキービジュだとスレッタとグエルの間にいるしまた繋がりできそうな気もするけど今回ミオリネとプロスペラに全く動きがなかったから情勢が全く読めない上に本人はどこへ行ってしまったのかエヴァじゃないけど男の戦いって感じで大満足だった女の行く際にも期待どちらの戦闘シーンもこれだよこれ感がすごかった。三人とも戦うとは思わなかったなというか戦闘回とは思わなかったしかもベストバウト。期待されてたものをお出ししてきた回だからないつものガンダム？それはそう。9話と20話どちらも死角からのとどめだったがシャディクお前、いい顔するようになったじゃねえか。ガンダムのキャラみたいな表情しやがって。優先アーム避けて回転しつつのソードビット展開バチクソ熱いなこの後も応酬続くし。ご参加ありがとうガンダム成分を摂取できた。アマプラミンで今見た。ずっとすっげーガンダム。こういう子さんばかりで先鋭化されるのを防いで新規増やすために、ユリとか少女漫画要素入れたはずなのに方針転換。そういうのは野郎が受け負うよ、という話かもしれない。逆にスレッタではガンダム的な要素をやらず宇宙世紀は男側が担ってスレッタが新世紀的な別解を出す。のかも、残りの話次第だけどこれからはスレッタが中心に話進むだろうし。主人公スレッタはそもそもスペア資格差問題に関係ない僻地の水星育ちだからってバカデカ問題があるんですよ。スレミオハは自由だけどこれ把握せずにスレッタが主人公してないって文句言う人多すぎ。問題はそこじゃなくて、なんで主人公が蚊帳の外にならざるを得ないような話を延々とやってるのかって話なんですよ。そのスペア史問題に主人公関わることができないなら取り上げるべきじゃなかったな。スレッタ主人公として見てる人にとってはスペア氏問題よりもプロスペラとの決着の方が重要なのに全然話に絡んでこねえ。一気序盤からアーシアンたちと衝突して和解したスレッタも、少なからずスペア氏問題の当事者で、やろうと思えばいくらでも接点を持たせられたよ。無理のある脚本にそうさせてもらえなかったところ、20話のグエルシャディクエランでガンダムっていう男祭りである意味新、アスカ確定状態になってる。10
女性主人公ですよという触れ込みで始まった、水星の魔女で、そんなテコ入れをするのは種子より悪質だろ。なぜか一部は不満なのはユリハだけと思い込んでるけど普通に詐欺だから。でもまだ話数残ってるんだし最後まで見てから判断してもいいんじゃない？ユリアニメじゃなくてガンダムアニメだよ。スレミオはぶっちゃけ神器と豚釣り。女の子が主人公と客寄せパン出して、実際の物語上の活躍は男どもがいただくってなんかすげえ皮肉だな。5号も5号で初めて動かすルブリスでスコア3相手のノレアニのオスコアで応対してたな。身の上の関係上、パイロットの素養があった上でまともなトレーニング積んでるであろう5号とガンドアーム頼りの鉄砲玉じゃな。ガンダムおじいちゃん、嬉しそうだね。大嫌いな新規と女性層を潰して排除して、男俺様だけの男ガンダムを守れてよかったじゃない？こんなやり方したらミソジニスト以外は、ガンダムというコンテンツから離れていきそうだけどね。新規を増やしてもガンダムに興味持ってもらわないとダメだろ。だからこうしてガンダムを見せる、新規さんが彗星だけで終わるか他のガンダムにも目を向けるかの分岐点だね。こんな新規を騙して怒らせて排除するようなやり方して、ガンダムシリーズに残ってもらおうなんて思うほど、さすがにガンダム公式もバカでもズーズーしくもないよね。怒るか気に入るかは新規さん次第。子さんがずっと戦闘がないからつまらんとかネチネチ系のネガキャンしまくってたからな。って言いたいけどこうしないとガンダムの活躍ができないからこの流れになるのはある種わかってた。男の子の成長物語はグエルガになってて、従来の戦闘は御三家共同作業、スレッタはスペア氏問題には関係ない存在だから、スペア氏問題は男が外地持つ勝負で決着つけるけど、スレッタたちはスペア氏関係なく救助活動やれるというか、スレッタがいたから、多分地球領アーシアンとジェターク領スペーシアンが今手を取り合えてるし、つか、やってることが赤十字っぽいよな。戦場に救助で割り込む形。あと追加で、多分スレッタスペーシアンとアーシアンのハーフだよな。ママンがスペーシアンでパパンが多分アーシアン。でも水星育ちでクローンだから、どちらにも属さない存在だから、公平に物事に割り込めるというか。ユリアエルギガバイト G 前に家族って大事だよなって話だから、水星の魔女。ユリは一般豚に対する釣り餌で、豚の中からガノタ適性あるオタクを発掘するのが目的なんでしょ。途中でガンダムの偉いおじいちゃんたちからの圧力がかかったか、2期からは脚本によって意図的に、主人公スレッタおろし右じいさん好みの古風な男子に主人公を譲る、ターンが進められてたね。それをわかっててもグエル主人公で喜ぶおじいちゃんは男尊女卑なので、批判の声を潰してこれでいいこれでいいって言ってるんだ。うるせえゴミ野郎。ぶっちゃけ御三家を書いてる時の方が脚本家の筆が乗ってるよね。作画も二クール目入ってからエアリアルより他の機体の戦闘の方が気合入ってる気がする。一クール目はエアリアルも気合入ってたのにな。エアリアルはパーメットスコア上がりすぎてオーバーライドすればほぼ価値格になっちゃったしな。目的が復讐だから敵に手加減する必要もないしというかむしろオーバーライドすれば無力化できちゃうからほんと戦闘のしようがない。別に存在する本編をスレッタ目線で書いてるような感じ、外伝主人公みたいな立ち位置になりつつある。4号右5号からわかるけど、家族大事なグエルに未練がましいシャディクに、とにかく行きたい5号と御三家は人間味が強いからな。んなことねえわ、ミオリネ主体の19話の方がノリノリだったぞ。ミオリネってプロスペラの提案にただ乗っかってるだけのやつ？今んとこプロスペラの言いなりでしかないから正確にはプロスペラ書いてる時がノリノリなだけだぞ。社会情勢とか周囲のいろんなあれこれを男どもが担当してかっこいいシーン量産しつつ、スレッタはあくまで母やミオリネという家族の問題に立ち向かうポジションだな今んとこ。母親は世界のあり方をぶっ壊そうとしてるけど。家庭や老いたちに問題を抱えた主人公が社会情勢に巻き込まれて成長するという従来のガンダム主人公像をスレッタ家庭面担当、御三家社会情勢担当で分割した感がある。スレッタは母親とエアリアルとミオリネ以外にでかい感情向けてないからこういうことできないもんね。意図的な空っぽ主人公だけど主人公的な言動できないからグエルが主人公って言われてるわけで。
本的にスレッタは受け身だからな。話を動かすのだってミオリネ側だし、物語の立ち位置で言うならヒロイン的なのがスレッタ。焼き鳥を前にしてこれ焼き鳥臭いから変えてとか頭大丈夫か？パイロットでガンダムの呪い関連向き合ってる、抗ってるのなんやかんやでごぼうになってるな、と感じてる。いや基本知られてないからしゃあないんだが。正直男どももガンダムやってるようで問題は全然解決どころか悪化し続けてるという悲しい事実が。やっぱにクールじゃなく50はあればと思わずにいられん。もちろんあと4はあるので話がどうなるかわからんがね。他にも言ってる人いたけどレスババツガチ戦闘が見れて確かな満足。辛い話だったがそれはそれとして面白かった。それを何よりスレッタにやってほしくて見てるんだかな。他の誰でもなくスレッタに。もう残り話数も少ないし多くは望まないから、最後にプロスペラ相手にスレッタがそれやってくれたら満足だよ。それやってギリ9大点かな。それすらなかったら知らん。評論家気取りで知能落大点のお前の評価なんぞ知らん。せやろか、終わってから楽しみやわ。敵対する者同士が互いに通信繋いだ状態で会話しながら戦闘するという割と無茶苦茶やってるんだけど、それでこそガンダムです。20話の賛否でまとめサイトの視聴態度が分かってネットリテラシーが理解できる。ガンダムファンは絶賛して、ユリ目的で視聴してたらスレッタ主人公にしろって批判してる。お前が見てるのは氷山の一角定期。一機でグエルが落とされるだけ落とされたことを、二機でスレッタがやられてるだけだからな。グエルは主人公じゃないんですよ。主人公が活躍しないことがどれだけストレスがわかってない。作品が尻滅裂でもグエルを俺が優遇されれば何でもいいんだろうけど、それを主人公詐欺の乗っ取りって言うんですよ。シン、アスカっていう前例があるんですけど、それより悪質。だってスレッタ中盤から鼻婿ごっこしてただけで全然外に興味持たなかったから、マジで脚本が悪いよこれは。昔からのガンダムファンも主人公が活躍しないのは過去のトラウマ思い出していい感情は持ってないぞ。戦闘シーンに関しては良かったがそれだけ。昔からのファンだがこれに関しては今はこっちのターンということで気にしてないぞ。そりゃこの後いきなりスレッタ&エアリアルがボスキャラにされてそれを御三家が倒すとかになったらトラウマ再発するが。俺はターン性バトル見てんじゃねえのよ。初の女性主人公の活躍を見に来てんだよ。なら最初から素直にそう言いなよ。昔からのガンダムファンがどうとか言わずに言いたいことをそのまま言えばいいんだ。俺も含めての話だよ。いろんなコミュニティに参加してるからこそ言える。ユリ云々じゃなくても、スレッタは主人公だろ。詐欺被害に遭った視聴者が怒るのは当たり前であって。それを揶揄するのはシンプルにゲス。スレッタの活躍に関してはもう少しどっしり構えてもいいと思う。尺からの逆算的にも作中の描写的にも劇的にスペーシアンとアーシアンの改善は叶わないだろうから、あくまで大きな何かはするだろうけど個人レベルの働きに収まるだろうけど極論、家庭の問題5つ片付ける程度の活躍だとしてその家庭問題が母プロスペラのやらかしなんで規模がでかい話になるはず、それを解決したなら主人公の面目役所となるだろうし、正直未だにラウダがどうのになりそうで期待できない。まだ強化人士やリプリチャイルドの謎もわかってない。エリクトは大丈夫でスレッタはなぜ耐性がないのか。蒸気は戦闘はあるのか敵は安心できる要素がない。煽りとかじゃないけど同性結婚ネタって必要だったか親友としてでも何も問題なかったな。1話のインパクトは確かにあったし興味持った人もいる。逆にそれで離れた人もいるだろうしトントンだと思う。二人の関係が最終的にどうなるか？という興味は湧いた。あくまで婚約者の立場から恋愛関係になるのか、友愛になるのか、無二の相棒になるのか、親友や恋人、相棒など固定された関係じゃないから行く末が未知数とも言えるし。あの辺は単に横行し始めろうが少女革命打てなからセルフオマージュでそのまんま持ってきただけやろ。必要だったかを問うならセルフオマージュする必要があったのかどうかや、話的に友達でもよくない？は元ネタのウテナ側に問うしかないぞ。ウテナはユリじゃなくて友情だろ過激派。ノベライズだけの人をセルフっていうのはどうだろ。
あと元ネタは友達でもよくないっつか友達じゃないとダメな話やん。シャディク生きて捕まったし、シャディクをしっかり調べると、議会連合がオックスアース経由でルブリスニキと無人機をテロ組織に提供したことがバレる危険性があるので、消される可能性あるな。確かにこれがガンダムだっていう話だし見たかったかもしれない。ただ、あの子たちが辛いのは見たくなかったかもしれない。鉄血の時もそうだけどさ、主役に新機軸をやらせるのはいいとしてその保険としてガンダムポサを脇役に担保させるのはいかがなものかと思う。真の主役とかいらんねん。グエリオ、ジェタイン。ミカも結局は自立という問題をつく中で明確に答え出せなかったよな。全滅 END でうやむやにされた。あいつは初期から完成されてたからな。若干の変化はあったが最終的には完成したままだった。昭和からの元祖ガンダムを求めていた人は20話で解雇魂に火がついてテンション爆上がり、ガンダム初の女性主人公スレッタを求めていた人たちからは失望と怒りの感想が渦巻いてる。やっぱり男による男のためのガンダムを望む声に逆らえなかったね。現場からは以上です。女性でも戦うプリキュアのように。水星の魔女には純粋に女性でもガンダムエースパイロットになれる女性主人公を求めてたんだと思うけど、小学生女児でも堂々とガンプラを買えるようになって嬉しい。っていう親子の声も多かったんだけどな。スレミオユリも売りの一つだけど、スレッタ主人公を望むのはユリオタが全てだと思ってる奴の発想から、ガンダムは俺たち男だけのものだよ女は来るなよ。っていう症状が透けて見える。水星から本格的にガンダム見始めたけど、まだ全部終わってないのに水星の魔女関連の記事みんな強い言葉でレスバし合ってるのちょっと悲しいよ。それはそれとして20話はダリルバルデがかっこよかったのでよかった。ガンダムというかシリーズ作品の歴史が持つ呪いだろうね。こればっかりはリアル視聴時だと仕方ないかも。生地歴史があってファン層が広い分ね。本作の評価が固まるのは、最終回かその後だろうと思う。あと言っちゃなんだが、俺のジンクスだと、序盤が好評なパターンって大概変えるか現象になりがちなんだよな。本作もその例に倣ってしまったのは残念でならない？むしろ歴代よりはおとなしい方だと思うよ。ユリ部隊外の気難しいガノタが落ち着いてるの。逆に気味が悪いぐらい。あと4話もあるんだからどうとでもなるだろ。バルブレイブだってちゃんとダブル主人公として落ち着けたんだし大河内を信じろ。落ち着けた日中盤からグッダグダで終わり方も叩かれ、放送終了後も名作、良作扱いされてない、本当？話が二郎系並みに濃いな。グエルがシャディークって叫びながら突撃仕掛けたの見て、あーガンダムしてるーってすごい感じたわ。ダメだ、シャディクの横顔見るとあのナポレオンフィッシュが出てくるー。